株式会社秋田書店は日本の出版社。小学館や朝日新聞社の元社員だった秋田佐夫が1948年8月10日に創業。当初は児童書を出版していた。1952年に少年雑誌冒険王を創刊。同志の大ヒットをきっかけに漫画の出版を柱とするようになった。1966年。 現在の新書版コミックスの元祖とされるサンデーコミックスシリーズを刊行。漫画雑誌や貸本という業態がメインだった漫画業界に単行本の概念を導入し大ヒットレーベルとなる。1969年に週刊少年チャンピオンを創刊。壁村大さんが編集長を務めた1970年代に爆発的な絶頂期を迎え同士に連載された。 ドカベニア、ブラックジャック、ガキデカ、マカロニホウレンソウ、バビルセ世、エコエコアザラク、キューティーハニー、750ライダー、夕日が、岡の総理大臣などの漫画作品は国民的外ヒットとなった。同志は1977年に200万部を達成し、同時期には少年週刊誌のトップに立ったとされる。以降も本気、グラップラーバキシリーズなどのロングランヒットを、 排出している。1973年、現在地に本社ビルを建設。それまでの木造2階建ての小さな社屋から本社を移す。1974年に、月刊プリンセスを、創刊、同紙に連載された、王家の紋章や、悪魔の花嫁、イブの息子たち、エロイカより愛を込めて、アンジェリク、オリンポスのポローン、妖精国の騎士、アリーズ、 最終戦争シリーズなどの漫画作品がヒットし、少女誌でも一定の人気を得ることに成功した。2013年、雑誌の読者プレゼントに関して、消費者庁より、平成25年8月20日付で不当景品類、及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令を受けた。本社所在地は、東京都千代田区飯田橋に丁目。流通部門として、秋田書店、 ブックセンターを埼玉県と田市に設置している。出版傾向としては少年、少女向けコミック、青年コミックなど確実な消費の見込める分野への参入が多い。冒険王のテレビ向け路線変更もテレビランドやテレビマガジンの後追いという印象を受けるがメディアミックス路線の先駆的存在ではあった。週刊少年チャンピオンは五大週刊少年誌の一角として 1960年代から1970年代のスポコン、エログロナンセンスの自流に乗り、バビル二世位、ブラックジャック、ガキデカ、マカロニホーレンソー、ドカベンなど幅広いジャンルで一時代を築き、トップセールスを誇ったこともある。ただしベテランを登用する姿勢が1970年代からあり、手塚治虫が人気調落しても作品を載せ続け、 ブラックジャックの連載を手塚の死に水を取る覚悟で始めたという。また少女誌の月刊プリンセスも1970年代から1990年代初頭にかけて歴史、ファンタジーを中心とした王道路線の作品やアクション、SF 系の作品を増やし、王家の紋章、悪魔の花嫁、エロイカより愛を込めて、妖精国の騎士、最終戦争シリーズ、アリーズ、 はるか遠き国の物語、摩天堂そなた、ピーヒョロ一家などの作品で一定の人気を得た。反面、後進の作家育成やメディアミックス戦略に弱かったため、少年誌では1980年代以降に、大手三社の講談社、集英社、小学館、少女誌では1990年代以降に、白戦者に対して遅れを取る形となっていた。 また経営上の方針で実績のない作家による単行本の初版が極端に低く抑えられることが多く、不人気作品の続刊は刊行されないこともある。しかし、自社倉庫を管理している関係上、漫画を含めたかなり昔の出版物であっても極力絶版にはせず、40年以上前の初版の出版物でも入手できることがあるなど、保管の良さは評価されている。 長期連載作品や一世を風靡した作品がある。ために世代を超えて読まれることが多く、段階の世代以降の全世代に広く読まれる作品も、いくつかある。また、2008年現在、ウェブ上のオンデマンドで往年の名作を、復刻販売している。打ち切りや、第一部館となり、連載が中途で断絶した作品の続編が多種で、掲載されるケースが存在するが、野間美雪の、 パズルゲーム、ハイスクール X、新パズルゲーム、ハイスクールや鈴木理科の、タブローゲート、赤石道代の、天の新町の永遠、マヨルミネオの、妖怪始末人虎、品。など、他市で一度連載終了した作品を、秋田書店が拾い上げることも、少なくない。かつては、歴史関連の書籍、雑誌なども出版していたが、 専門雑誌の歴史と旅の休館を最後に新規の観光はなくなり在庫の販売のみとなった。2010年5月から2012年4月に発売された雑誌ミステリーボニータ月刊プリンセスプリンセスゴールドの3種の読者プレゼントで当選者数を実際より多く表示していたとして2013年8月20日 消費者庁から景品表示法違反に基づく措置命令を受けた。中には、リボン型ヘアクリップのように50人当選としながら3人しか発送していなかったり、任天堂 d DS ライトや全国百貨店共通商品券1万円分のように複数の読者に当たると表示しながら一つも発送していない景品もあり、市場に掲載する当選者名に架空の人物名も使っていた。 読者プレゼントの水増しを同法違反で処分するのは初めて。秋田書店側は企業から提供されていた検証品が不景気で減少したためアンケートに大勢答えてもらおうと2005年頃から水増ししていたと説明し、不正を訴えた女性社員が担当する以前から不正が行われていたことを認めた。一方で秋田書店は景品担当業務を4年にわたり担当し、 今回の不正を訴えた女性社員に対してプレゼントを摂取したと主張して2011年9月から傷病給食に入っていた同社員に対し給食中の2012年2月29日に解雇通知を送り懲戒解雇していた女性社員は罪をなすりつけられたとして冤罪を主張し解雇撤回を求めていそう。2013年8月21日付の毎日 新聞の報道では、取材に対し、解雇と不正は別問題として、コメントを控えた。その一方、同日付で、同社は、社国を発し、解雇の理由は商品を欲しいままに不法に摂取したこと、同社員の給食は、業務上ではなく支障を病とした。当初、社国において、毎日新聞の記事について、弊社への取材も、一切行われず一方的に元社員の言い分を、 掲載したものであり、また、書かれている内容と弊社の認識とは大きな隔たりがあり、到底容認することができません。と主張していたが、記事内には、取材に対し秋田書店が、解雇と不正は別問題だと考えるため、コメントは差し控えると対応したことが書かれていた。毎日新聞からの指摘を受け後日社国は、訂正された。元社員は陳述書において、 秋田書店は8年以上水増し行為をしていた。2007年の入社後すぐに、先輩から不正行為を引き継ぎ公害を禁止された。編集長と会社に強要され4年半続けさせられた。編集長に不正行為停止を訴えても無視され、続けた過重労働と報復としてのパワーハラスメントに苛まれた。給食中、一方的に懲戒解雇され、勝元社員が ずっと抗議していた不正水増しの罪をなすりつけられた消費者庁に指摘を受けた以外の雑誌でも水増しが横行していた元社員が休職した後にも不正が続けられた。等を主張している。2015年10月28日元社員との和解が成立した。和解内容は懲戒解雇が消費者庁への通報を原因とするものでないことを相互に確認する。 合意退職したことを互いに確認する、ホームページに掲載した2013年8月21日付社国を削除する、秋田書店側が、元社員に解決金120万円を支払う、和解条項に定めるものなほか何らの再建債務のないことを確認し、今後民事上刑事上の責任を問わないことを相互に、約束する、訴訟費用は、各自の負担とするといった条件である。 なおパワーハラスメントや罪をなすりつけられたかどうかの認定については和解条項には反映されていなかった。VHS ビデオとキャラクターグッズは通信販売のみの取り扱い。ありがとうございます。